皆さんこんにちは、秋葉仁です。動画の編集をしているとこういろんなことがだんだんしたくなりますよね。やっぱり Windows じゃね、こうやりたいことができない時もあるんですよ。今回このソフトを買ってみました。これね、ファイナルカット。ただこれ Windows じゃ使えないんです。だから Mac も一緒に買っちゃいました。すいません。このファイナルカットを入れるためだけに iMac、 本当はねパワーマック欲しかったんですよ。分離してるでしょこれ、どうしても画面と一緒なんで、ちょっとね不安かなって思ったんですけど、開けてみましょう。まずこのね、いつものようにこの留めを縦になってるけど、どうやって開けるんだこれ。開ける、はい、これが入ってました。キーボードが入ってました。ほらこれなんかね Bluetooth でつながってるらしいんですけど、ちっちゃいよね Mac のすべてで。これがなんかマジックマウスとかいう、こうなぞるとスクロールするらしいです。カチカチ。じゃあ実際に取り出してみたいと思います。あー、これはどうやって取り出すんだ。これちょっと下に下ろしますね。よいしょ。発泡スチロールね、発泡スチロールです。おやー、本体出てきました。おや、よいしょ。から中に入ってる電源のコンセントかな、これで全部ですね。でかいっすよね。いや、27インチなんですけど、 i7 が入ってるってことで、開けますよ、いきますよ。よいしょ。いやいや、にゃ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 っと、はい、出来上がりです。新しい Mac です。でも今まで Mac 使ったことはありませんので、使い方すら分かりません。 Windows しか使ったことありません。じゃあ実際にこれを使って、ファイナルカットを入れてみたいと思います。